うがみんしゃらーん、田中一村記念美術館です。奄美パーク20周年記念第11回田中一村記念スケッチコンクールには、今年奄美群島が世界自然遺産に登録されたこともあり、1000点を超える作品が集まりました。本当にありがさまりょうた。残念ながら予定していた9月の展示会は延期になりましたが、ホームページで作品を紹介しています。ではこれからたくさんの応募の中から選ばれた16作品について紹介したいと思います。はい、小学校低学年の部田中一村記念美術館賞です。テケブ小学校2年の、吉峰やつきさんの飛び立つルリカケスという作品です。大きく羽ばたくルリカケスを子どもたちが下から追いかけている様子が大変素敵に描かれております。小学校低学年の部大島教育事務所賞、龍郷町立龍郷小学校鈴木幸太郎さんのアンキャバの海の作品です。魚とウミガメが仲良く泳いでいる様子を絵の具をいっぱい使って丁寧に描いている、海の様子がよくわかる素晴らしい作品になっています。小学校低学年の部優秀賞、奄美小学校2年のはじめゆうせいさんのやっと会えたね夜の海でという作品です。いろんなヤドカリの色、カラフルなヤドカリを見つけた喜びがよく伝わってくる素晴らしい作品だと思います。小学校低学年の部優秀賞、伊仙町立バネ小学校2年常仁之助さん、綺麗な海で大きなカニとヤドカリを見つけたよの作品は、大きなカニがとても印象的に描かれていて、それを見つけた喜びが伝わってくる作品です。小学校中学年の部田中一村記念美術館賞、奄美市立古宿小学校囲い小春さんの島バナナという作品です。島バナナがたわわに実っている様子が大変丁寧な筆使いで細かく描かれています。小学校中学年の部大島教育事務所賞、瀬戸内町立小宮小学校3年福本ののかさんの海で見つけたヤドカリです。大変素晴らしい構図で人物が描かれていて、手のひらの中にいるヤドカリがとても可愛らしく描かれていますね。小学校中学年の部優秀賞、奄美市立朝日小学校3年の渡瀬ゆりさんの作品、ガジュマルの木です。大きなガジュマルの前に佇む一人の少女、ガジュマルの木が画面の半分以上を覆っていて、大変丁寧に迫力ある感じで描かれています。小学校中学年の部優秀賞、和泊町立内城小学校3年の新田海里さん、赤松瓶の作品です。空を優雅に飛ぶ赤松瓶が厚塗りで大変丁寧にリアルに描かれている作品です。小学校高学年の部奄美市立古宿小学校5年の大富釈迦さん、奄美花咲ガエルの結婚、カエルの仲睦まじい様子が大変素晴らしい描写力で丁寧に描かれています。小学校高学年の部大島教育事務所賞、伊仙町立伊仙小学校6年、橋大地さん、島の宝物の作品です。島の海の様子、夕日の様子、草花の様子が大変細かい筆でとても丁寧に描かれています。小学校高学年の部優秀賞、和泊町立和泊小学校渡里由衣さん、パパイヤの葉です。点描でパパイヤの葉を大変丁寧に写実的に描いています。重なっている緑の色が大変綺麗ですね。小学校高学年の部優秀賞、龍郷町立戸口小学校6年山口大賀さん、
夏の楽しみです。エビを捕らえようとする迫力のある人物の構図、夏休みとても楽しく過ごしたんでしょうね。中学生の部田中一村美術館賞、奄美市立朝日中学校3年福崎美宇さんの大好きな故郷。この作品は赤松瓶とルリカケスが大変リアルに描かれています。また背景の滝の様子、草花の様子なども実にリアルに描かれております。大好きな奄美故郷の様子を一生懸命描こうとした大変力作だと思います。中学生の部大島教育事務所長、奄美市立大川中学校2年、吉田里奈さん、ソテツの実の作品です。ソテツの実を割るという奄美らしい生活の一場面が写実的に大変丁寧に描かれています。中学生の部優秀賞、奄美市立朝日中学校3年、井口響さん、早朝の作品です。朝日を浴びる小鳥や植物などの様子が大変丁寧に描かれていて、柔らかな光を感じる作品です。中学生の部優秀賞、奄美市立御宿中学校2年、大富岳人さん、喜界島で見た大ゴマダラの羽化です。蝶が羽化する様子を素晴らしい観察力で大変丁寧に描いています。色の塗り方、配色も大変綺麗ですね。いかがだったでしょうか。どれも大変素晴らしい作品ばかりでしたね。今回ホームページで紹介している入選入賞の作品は、来年2月5日から20日に田中一村記念美術館企画展示室にて展示を行います。どうぞお楽しみに。ありがとうさまりょうた。